にちは、かちゃんです。どうも、エイジです。曲マのエイジです。曲マメインメンバーさんのエイジさん、お願いします。ささっきよ。今日はイエーイ。このチャンネルでは、はい、初めてのおもちゃ紹介です。昔は何で遊ぶのが好きでしたか？昔ね、駄菓子屋行って、はい、薄いなんかあったじゃん。あれの、あの、これ、うわー、それ遊んだことあります。あるでしょ、はい、あれ超買ってた俺。いやー、なんと、はい、今回はよっ、エイジさん好きかもしんないです。なになに、空飛ぶおもちゃを5種類紹介していきたいと思います。いいね。不思議で面白いものたくさん買ってきました。5種類だけですけど。よし、じゃあ早速、はい、紹介していきます。なんだろう。じゃあまずは、はい、僕が一番やばいの、いきなり1個目で。大丈夫、1個目だ。1個目いきます。はい、海外から取り寄せました。よっ、ででん、じゃん。ちょっと箱がすっごくボコボコなんですけど、鳥のおもちゃです。シングフォーユー、歌うんですよ。はい、飛んでる時に手に止まったりすることがあるかもしれないんですよ。すごいね、これ。ちょっと、はい、お尻に線を刺して USB 充電ですね。ちょっと一回やってみますか。今充電中なので、はい、一回充電完了してからまた紹介したいと思います。よっ、続いて、はい、エイジさん目隠しで選んでみます。あ、いいね、それ楽しそう。福袋に入ってるんです、これ。あ、そうなんですか。目をつぶって選んでください。あ、違います、違います。ここです、ここ。そうそう、いろいろあります。残り4種類ですね。そんなの。はい、あ、こういうでかい箱結構好きなのか。うわ、じゃあこれにします。うわ、え、なになにそれ。いきます。ばっ、おぉすげえ。これ何に見えます？ドローンだよね、普通って思いますよね。よく見てください、ここ真ん中に VS って文字があるんですよ。まさか。このドローン、なんと、はい、レーザーで撃ち合って倒します。お、やば。1人3回当たるとドローンは墜落します。あ、そうなの。1回当たると揺れて、2回目当たると回って、3回目当たるともうぐるんぐるんって回ります。で、最後にこうなります。ありがとうございます。じゃじゃーん。おー、すごい。ドローン、ミニドローン。おー、すごい。で、前にはレーザーがついてます。すごいね、これ。このレーザーで相手をピョンピョンピョンって撃ちます。最大4人対戦できるんですよ。え、4人もできる。すごい、これいい。おー、すごい。光ってる。確か5分ぐらいしか遊べないので、練習してる時間はないです。え、なになになに。あ、来た。おー、すごい。エイジさん、エイジさん、エイジさん、左が。あ、じゃあもう僕も飛びます。すごい。シュッ。危ない。ああ、危ない、マジか。あ、やばいやばい。うわ、声来た。ああ。え、これ超楽しい。エイジさん、こっち来てください。左で回転するので。いたー。するので。いたー。いった。いきます。おぉ、やっぱり。おい、来て来て、ごめんなさい。なんで。おい、カツヤ、お前殺す気か。俺は怖いよ、やめろ、マジやめろ。じゃあ離陸します。いきますよ、うん、こんな感じで離陸もボタン一つでできます。かっこいい。いきます、よーい、スタート。うわ、揺れてる。うん、撃たれてる。接触事故や。え、これ超面白い。早く戦わないと。来ました、戦いましょう。行きます。来た。あ、やった今揺れた。あ、やった。痛い痛い。よっしゃ、食らった。イエーイ。よっしゃ、食らった。2発当てました。これはむずいわ。あ、食らった。あ、2発食らった。あと1発で死んじゃう。よし、1発当てたかな。あ、やばいやばい、次で死んじゃう。これいい、普通に楽しいわこれ。大丈夫こいつ。あ、違う、もうボロボロだ。やばい、もう言うこと聞いてくんない。じゃ次は、はい、あえて一番小さなやついきます。じゃーん。うわこれこれこれ、多分みんな知らないんじゃないですか。これ超これ買ってたもん、面白くて。これがなんかちょっと印象的で、うん、覚えてました。なんかサメみたいなやつ。いや、やべ、これ超懐かしいんだけど。うわ、これだ、これこれ、買ったこと
ことある、このサメのやつ。いろいろ種類あるじゃん。ありますね。集めてたもん。ああ、コレクションするぐらいですか。そう、むっちゃあった家に。この感じはめる感じで、ね、こうやって。ああ、ありました。やばい、ちょっと下にクッてやるんでしたっけ。そう、でもプロペラはめたい。いいよ。ああ、プロペラのやつはゴムで飛ばすタイプじゃないんですね。うわー、懐かしい。これこれね、つける位置によってあれなんだよ、飛ぶ距離が違うんだよ。できました。うわー、やばー、懐かしい。これじゃあちょっと飛ばしてみましょう。あ、あ、これ折り紙の飛行機より飛びます。うん、全然飛ぶ。うわ、すごっ。うわー、懐かしい、この感じ。いくよ。はい。うわ、ほらほら、超楽しい。これいくよ。はい、ほら。うわー、じゃあ僕目線からも。おー、低空だけどちゃんと飛びますね。いくぞ。うわ、来た来た、こっちに来た。おー、すごい、まっすぐ。イエーイ。ちょっとエイジさん、さっきだっかやりたいって言ってたの見てください。ドガー。同じく駄菓子屋さんで。これもうやったことあるから俺。え俺小学生これやったことある。え、小学生の頃にこんなすごいのやってたんですか。あのね、これね、公園でやった方がいい。そのレベルですか。え、これ結構初めてで、作り方もわかんないって。そう、結ぶんだよ。ワクワクしてます。え、これもしかして着陸する時のタイヤがある。おお、この差すごいよね。飛ばしちゃいます。え、マジで。えじゃあ、かっちゃん。いや、あのね、これすげえよ、マジで。じゃあ、お手本を。いいさ。はい、お願いします。懐かしい、やばい、飛ぶかな。ほら、ほらほら、やばい、超飛ぶよこれ。そんなですか。そのゆっくり飛ぶのが本当に飛行機みたいでやばいですね。これ公園とかでやって、もしこう飛ばすじゃん。はい。そうするとこういう風に飛ぶの、普通にこうやって。うわ、公園行きたいな。お、おー、タイヤで行きます。もうちょっと上に向かってですか。そう、上に。で、プロペラが回り出して、で、ちょっと立ったらこうやって。あー、行きます。行け、かっちゃん。遅っ。あ、もっと巻くんですか、もしかして。では、行きます。行け、は、行け。うわー、すごい、すごい、すごいよ。今すごい飛ぶなって感じがしました、ね、思ったっしょ。じゃあラスト1個。いいよ、エジさん。何、開けてください。うわこれがな、キョンだったら突っ込んでくれんなかった。突っ込み、ごめんなさい。お、あ、ミラーボールついてるじゃん。で、さらに操作もなんか手でやるっぽいんですよね。これすごい、見てる。これ、電気を消しても夜でも遊べる。オープン。おー、ちょっとまた充電タイプ。ごめんなさい、充電します。おい、勝つやー。さあ、はい、この謎の鳥、私が鳥やー。あー、頭を押すと電源がつくそうです。お、いきますよ。お、うわ、あ、今鳥が鳴いてるってことなんですね。お、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 行きますよ。怖い怖い。おお、ちょっとそんな着地ここに止まるんじゃないんですか。あ、来た。うわぁ、うわぁ、お、来た。で、外しますよ。うわぁ、やっぱ絡まってません、これ。こういう着地をするんですか、毎回。そんな、このまま上からゆっくり降りる。下ろします。絡まっちゃう。え？あ、ではラストです。はい、いきます。うわ、光った。うわ、あ、あ、びっくりした。離しますよ、これ。さっきよりもほら、ほんとだ、安定感あります。いきます。怖いよ。おお、おお、すごい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 。いっていって、やった。エイジさん、ガツヤ、足が、いや
おお、すごいこれ。いきます。はい。おお、おお、すごい。エイジさん、うまい。こっちにパスできるんですかね。もう使いこなしてる。よし。お、両手だとすごい飛びます。ほら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 、うわー、あー。では電気を消してみます。うわすごい。ほら、壁すごいです、壁。すごいね、これ。やばい。すごい、これ。天井も、うわ、天井もすごい。部屋全体が。プランタリウムみたい。すごい。エディさん。はい。スイッチ入れて回してみてください。入って。いや、気をつけてください。よ。はい。おお。うわ、天井すごい。やばい。すごい。なに、すごい。綺麗。やば。せーの。おお、天井がやばい。うわー、すごい。ほら、うわ、どう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 、すごい、来たこっち。うわー、やば。おお、来た、すごい。おおおお、きれいきれい。うわ、これキャッチしたい。あ、うわー、ディリリリリで。おお、捕まえた。これ捕まえる。すっげー気持ちいいです。あー、取ったぞーっていう感じで、はい、今回は、はい、飛ぶおもちゃの福袋を、はい、エイジさんに作ってみたんですけど、はい、いかがでしたか。久々にこうやって遊んでみたら、むっちゃ楽しいんだけど。何が一番面白かったですか。懐かしさで言ったら、これはすげえ良かった。あー、そうなんですか。面白いって言ったらやっぱこのね、ドローンね。ドローン、これ飽きないですよね、これ。飽きない、これ普通にやり込めばやり込むほどどんどん操作も上手くなって、いや、超面白い。プラス対戦っていうのは新しいですよね。そうね。いい、いい、全然。このドローンだけ Amazon で買ったので、はい、リンク概要欄に貼っておきます。確か3500円。むっちゃ安くね。よければ皆さんも空飛ぶおもちゃ面白いので。ちょっとね、怪我は危ないですね、どれも。いや、でもこれめっちゃ痛かったです。これ痛かった。これやばい。超痛かった。気をつけてください。はい、エイジさんもいる、はい、キョンクマさんのチャンネルは、はい、概要欄に貼ってあるので、ぜひ見に来て、遊びに来てください。来てください。バイバーイ。そういう締め方。バイバイ。バイバイ。